皆さんこんにちは。今日7月12日はポンナル、日本でいうところの土用の丑の日にあたります。このポンナルにあたる日は韓国でも栄養のあるものを食べる風習があります。メジャーなところでサムゲタン、我が家でも栄養のつくものを食べて暑い夏を乗り切ろうということで、漢方の材料をいっぱい入れた鶏の水炊き、ハンバンペクスを作ろうと思います。シンプルで素朴な料理ながら味わい深くて体の中から温まる、なおかつ滋養強壮に役立つ料理です。鶏のボソボソ感なくしっとりジューシーに仕上げるレシピ、早速ご紹介していきたいと思います。まず鶏肉を圧力鍋で煮て柔らかくします。水を入れて火にかけます。圧力がかかり始めたら弱火にして5分ほど煮ます。大きな鍋に先ほどの鶏肉とスープを入れて、水を加えます。我が家ではこのスープを使っておかゆも作るので水はたっぷりめに入れます。ここに漢方の材料を入れていきます。こちら漢方の材料です。朝鮮人参、夏梅、残り3つは日本語名がわからないので韓国語名でチャンディ、ファンギ、オンナムです。朝鮮人参も今の時期はお手頃な値段で購入できます。この生の人参もマートで1本250円ぐらいだったと思います。このジャンディというこの漢方の材料がね、ちょっと手に入りにくいかなと思います。主人が春先に山に行って取ってきてくれたものをきれいに洗って干して冷凍したものです。これがそのオンナム、とにかくトゲがすごいの。これ触るとき本当注意しないと、刺さるととても痛いです。オンナム、ジャンディ、ファンギ、ナツメ、朝鮮人参、ニンニクを加えて40分ほどコトコトと煮ます。最後に塩で味を整えれば出来上がりです。鶏肉と相性のいいニラをのせて、ハンバンペクス完成です。ではいただきます。まずはやっぱりスープかな。スープ美味しい。この漢方の独特な香り、好きな人はねたまらないと思います。じゃあ鶏肉もいきますね。わ、ほろ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 、優しい味。やっぱりこの朝鮮人参、人参食べなきゃかな。お店でサムゲタンを食べても必ずこう小さなこの人参のスライスって入ってますよね。この味だ。苦い。これ美味しいと思う人いるのかな。すごい元気になる気がする。
一番下の細い根っこがすごい苦い。うわ、苦い。この夏目も食べれるんですよ。皮が硬いんだけど味は甘くて美味しいです。熱い。すごい汗出てきた。お次はこのスープを使って美味しいタクチュ、鶏のおかゆを作ります。研いでおいたもち米、じゃがいも、人参、玉ねぎ、ここにもし鶏肉が余れば鶏肉も裂いて加えます。あとは煮るだけです。最後に塩と胡椒で味を整えます。ペクスクのスープを使って鶏のおかゆを作りました。ではいただきます。熱いけど絶品。鶏肉ともち米って相性がすごくいいそうです。確かにサムゲタンにももち米入りますもんね。今日は半番ペクスクと鶏のおかゆをご紹介しました。今日使ったような漢方の材料ってなかなか手に入りにくいかと思います。そんな時は韓国のスーパーやマートに行くとサムゲタンやペクスクを煮る時に使う漢方の材料がパックに入って1回分として売っています。こういった便利なパックを使って煮てみるのもいいかと思います。